も、トシでーす。今日はですね、レーシックについてお話しさせていただこうかなと思って、レーシック術後、本日で24日目です。24日目のレーシック後の話なんですけど、昨日ですね、突然です。まあ突然じゃないですけど、昨日ちょっと僕出かけるんで、いつも点眼してたんですよ、必ず。だいたい説明書というか先生のお話によると、一応5時間に1回の点眼です。5時間に1回の点眼を必ず毎日してくれっていうことでした。で、もし点眼がなくなったら、まあ、前回の1週間検診行ってからなんですけど、点眼がなくなったら、まあ、市販のでもいいからつけてくれっていうことだったんですよ。で、結構その間、1週間検診行ってから今までですよね、24日目なんですけど、大体その期間っていうのは目絶好調でよく見えてました。かなり調子いいです。ただ昨日僕薬を8時間ぐらいつけなかったのかな、5時間に1回のところを8時間ぐらいちょっとつけなかったんですよ。そしたらですね、もう目すごい痛かったです。だから薬のケアっていうのは非常に重要なんだなと思いました。で、昨日夜8時間ぐらいちょっと点眼できなかったんですけど、まあ、ちょっと痛かったんですよ、正直。車の運転してたりとか、まあ、何か作業してたりとか、日常生活を送る上で点眼しなかったら非常に痛くなりました、非常に痛くなりました。ですので、やっぱり1ヶ月検診っていうのが終わるまではもうしっかり目を大切にすることが重要かなと思います。一応日中出かけるときは僕サングラス必須でつけてます。それも非常に重要なことなんだなと思いました。で、あとも最も重要なのは何度も言わせていただいてるんですけど、目薬ですよね。点眼をしないと非常にやばいですよ。で、昨日の夜違和感あるなと思ってたんですよ、僕。痛いなみたいな、あ、点眼しないとまずいな、どうしようって思ってたんですけど、急遽目が痛かったんで、ただ目薬忘れてっちゃったんで、それもつけなきゃいけないっていう状態だったんで、まあ、ちょっと市販のね、ドラッグストアによって市販のを買ってつけたんですよ。そしたら、まあ、あんま変わらなかったんですけど、まあ、こんなもんかなんて思って、とりあえずその場しのぎとして、で、家帰ってきてお医者さんにもらったお薬をしっかりつけたっていう感じなんですよ。で、そしたら痛いなっていう違和感は若干あったんですけど、まあ、それで寝ました。で、今日の朝になりましたと。そしたらもうめっちゃ目が痛くてびっくりしましたよ、僕。朝起きたらめっちゃ目が痛いんですよ。で、うわ、目痛、昨日の夜のかと思って急いでお医者さんからもらった点眼をつけたんですよ、ピピッと。そしたらもう良くなりました。ちなみに右目です。これ痛いなと思ったんですけど、ちょっと見ていただけるとあれなんです、ちょっと気持ち悪いと思うんですけど、見てください。ほら、ちょっと目回してるんですけど、赤くないですかね。ちょっとこちらはあんまり痛くないです。はい、こっちは痛いんですよ。だからちょっと血走ってたりするんじゃないですか。ほら、目がちょっと非常に右目ですね、痛かったです。で、まあ点眼だけのせいじゃないのかなと思うんですけど、まあ、今日寝てる時に擦っちゃったりとか、ちょっと強く押したりとか、外部的な刺激があったのかなとは思うんですけど、ちょっと寝てて分かんないですけど、本来であれば寝てる間も睡眠用のメガネをしっかりする、メガネっていうか抑えるやつをしっかりするっていうのが大切なことだと思うんですけど、まあ、どうしてもめんどくさいから、寝てる間はつけてなかったんですよ、僕。そしたら痛い目にあったんで、まあ、ちょっと夜寝るときはしっかりメガネというか、その保護、目を保護するものをいただけるので、それつけてもらって寝ていただくっていう方が絶対安心かなと思います。なので、ちょっとでも目が痛いとか、その何か異常があるのが嫌だなって、僕今回でちょっと嫌だったんで、点眼必ず持ち歩くように したいと思います。最初のうちは目が常に痛いんで持ち歩くんですけど、ちょっと良くなると持ち歩かなくなってしまうんですよ。ですので、やっぱ持ち歩いて必ず約5時間に1回、先生の指示に従ってください、しっかり。で、薬を塗って目を大切にしていただくっていうことは非常に重要なんじゃないかなと思います。僕ちょっと懲りたんでまずいと思って、品川錦糸クリニックさんにすぐ電話しようかなと思います。次の予約を取んないとまずいと、これの状態もちょっと説明しないといけないなとは思うんですけど、まあ、それ以上に1ヶ月検診っていうものをしっかり行って、目薬をいただいて検診していただいて、状態を見てもらって安心してその後も過ごしていくっていうことが重要ですので、必ず先生に
レーシックとかラゼックを受けた人なんかは検診日が決まってますので、検診をしっかり受けて点眼をしっかりやらないと目が痛くなるっていう、点眼をつけ忘れると目が痛くなるということですので、しっかりと気をつけていただけるとありがたいなと思います。レーシック受ける人なんかはぜひ参考にしていただけるとありがたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。チャンネル登録ね、見てて1位とか減ると結構へこむんですよ。なんでチャンネル登録消しちゃった人いると思うんですよ。そうするとこっちでも僕もわかるんですけど、ちょっとへこむぜって感じになりますので、ぜひチャンネル登録外さないでください。で、引き続きチャンネル登録とかコメントとかいいねボタンぜひ押してください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございます。レーシックの件ですね、何か気になる点とかいただければ、コメントいただければ回答しますんで、ぜひ僕が思ったこととすると、そういう点眼ですね、大切だな大切だな大切だなって言ってたのにもかかわらず忘れてしまうっていうか、まあ大丈夫かなみたいな調子こいちゃう自分がいますので、しっかり点眼とサングラスの着用、先生に言われたことはしっかり守る、検診日にしっかり行くっていうことを大切にしてください。ご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。